まあいいか、とりあえずこれね寄せていきます。右アームを滑らせて景品に力入れて、さてここから持ち上げながら、さあどうだ、おっと、これで変な方に倒れるだよ、変な方に倒れるだよ、いいこと思ってた。これね今可動域ガバガバやったんでアームの向き変えます。わかります、今変わりました、ね、というわけで本日も始まりましたクレッチョチャンネルです。前回ね多分ねアホみたいになっております。でねちょっとね気分にかけてね今回大きい系の手に狙っていこうかと思うんですね。よろしくお願いします。というわけでまずはこちら行きましょうか。はい、こちらのね雲と月おソーラのふわふわワッサンというちょっとよくわかりませんけど、まあ、あのかわいい雲と星じゃない月狙っていこうかと思います。で前回の残りが2,600円と何かの残りが、600円、700円ぐらいあるんで、まあ、1000円だけね、両替して、ちょっと待ってください、1000円だけ両替してプレイしていこうかと思います。というわけで、せ、失礼します。ちょっとね、あのね、目回り倒してますからね。で一応ね、予算は2000円、予算は予算は一応2000円のはずなんですね。あの前回と前々回でねあの ポケモンで今回アホみたいに沼っております。はい、最近ポケモンめちゃくちゃ難しいんでね。あ、これも新作のあれですね、ミニオンね、シルバーが高いな。というわけでこちら行きましょうか。これね、あ、まあ、くったり系クッションとまではあの言わないんですけど、まあ、横長クッションでね、なんかこうくったりはしてるんでね、なんかいけるんじゃないかなと思ってます。行きます。で爪の角度もいいですよね。でなので、あ、お面白いね、アームがあの、このね、アームが後ろに当たってますね。あ、大丈夫、意味ないね。というわけで、じゃあこのままこれね、狙いとしては、奥アームですね。奥アームをシールド内側に入れて、右アームで景品と手前アームですね、これで一気にちょっと振ってみます。まあちょっとパワーチェックはしないので、ね、どういう感じになるか。ここで一気に、さあどうだ、振れるか、あーどうだ、悪くない。まああのね、景品がねちょっとねシールドにここ近すぎたっていう部分でね、景品がこう振り切れなかったっていう部分なんでね、はい、行きましょう。で一応タグここあるんですね。で初期位置にしてもらってもいいんですけど、初期位置にするとこれ多分ねこうなってるんでタグがこっちに来ちゃうんですよ。なのでまあそういった意味を込めてねこのままやっておりますっていう感じで、じゃあもう一回行こうかな。もう一回今度はね右アームを足に入れてみます。で奥アームはシールド入るかな、シールドの内側に。で手前アームと2本で開けるね。このもちろん右アームがね今度ね足に入ってるんで若干引っかかると思うんで、そこでまた違った反応が出るか。さあこれ横向け、横向け、横向いてきた、ここ来てきた、あー来た来た、来ました来ました来ました、いい感じですね。でこのまま景品をねこっちに引っ張っていこうかと思います。 一応今のところ狙い通りですね。300円もかな。あとはここからですね、まあ多分なんですが、まあこの景品がね、暴れるということはおそらくないんでね。ただ右アームは景品に差しながら、よいしょ、つまみんでいきます。ちょっとね、さあどうだ、いけるか、あーっと、落ちたね。あー、つまみが浅かったか。もう一回いきますね。だから もはやこれ、もしかしたらね、まあ今シールド乗ってるように見えて乗ってないんで、どうでしょう。まあ先ほどは手前アームがしっかり入れれなかったんで、今度手前アームもしっかり入れます。で奥アームもしっかり入るんで、そして右アームは景品に深く差し気味で、左肩上がりですね、左肩上がりでここから引っ張ってきてくれ。あーちょっと無理か、あー引っ張ってこないですね。あのちょっとやっぱこうモコモコしてね、あの細くなっちゃってるんでね、いきます。っていうことは、じゃあもう真ん中持ってみますね。手前はもう一応シールド内側にちゃんと入れてね、で真ん中を持って、でここから反応見ていきます。さあどうでしょう、ちょっと思ったように動いてくれないんですが、さあどうだ、右肩上がりで上がってこい、 OK、 なんかぶん投げてくれたで先ほどねここで掴みたかったんですけど、やっぱこう細くなっちゃってるんでね、はい、ということでここまで長くなる、あの長い景品なんで、先ほども言ったように多分ねもう暴れることないんですよ。なのでなあ、どうしようかな。ただ右アームを景品の下に入れるのは危険なんで、あーどうだ、
奥アームがシールド内側で死んじゃった。さてここから持ち上げるかな。持ち上げた。ほい。あーなんかあのフィールドに戻されちゃいましたね。他行きます。というわけでじゃあ今度はしっかりね右アームも入れていきましょうか。シールド下側ね、景品の下側に、景品の下側にちゃんと入れて、もうさあどうだ。これで右肩上がりでね持ち上がってくれて、さてここから一気に反動で寄ってこい。あーっとちょっと浮かさないと厳しそうですね、はあ、引き上げてこないんでやっぱり右アームしっかりと景品の中にあの下に入れていきましょう。で持ち上げましょうかしっかりね、うん、しっかり景品を下まで行ってでここですね。でこのまま右肩上がりに上がっていけば持ち上がって、さっきちょっとぶん投げてくれたんで多分ぶん投げてくれるんじゃないかな。うわ最悪マジでか。これは予定外やぞ。うわーやっちゃったな。やっちゃいましたね。完全に失敗しました。さて一応右アームを刺してもう一回行きます。さてどうでしょう。ここから持ち上がって一応反動で来い、うん、まあ一気に戻ってはきますね。もう一回いきます。もうでもねなんか地味に使ってますからね。あと2000円ないぐらい、1500円ぐらいということで、まあ、ほぼほぼ真ん中持ちっていうのが確定してきてるんで、なのであとは右アームをねどのぐらい、右アームじゃあ手前アームをどのぐらい景品に入れるかですね。さあどうでしょう。さあどうでしょう。一応右アーム景品に刺さってるかな。さてここから上がってくるかな。うん、ここまでは来るんですけどね。ここからですね、うん、ここで多分引っ張らないんでやっぱり右アームをしっかり景品に入れてきます。右アームを景品の下に入れてちょっと浅めにで 右肩上がりで上がっていって、さあどうだ。ここから OK 投げた。もうちょっともうちょっともうちょっと。さてどうしよう。さてどうしましょう、まあ、これ寄せようかな。寄せできるのかな。怖いな。なんかね、まあ、景品の材質がねだいぶツルツルなんで右アームゴリゴリに滑らせていってみます。そしてここからですね滑っていけ OK。 でここから持っていけばおそらく大丈夫じゃないかな。あー持ち上がらんか。さあただここからぬるんと OKOKOK。さてどうしよう。押せないんでねクロリンパしてみようかな。でもねこのねあのモフモフ体質ってねこう見てるこの景品にこうめり込んでるでしょシールドに。なので、ね、あんま滑っていかないですよね。なのでどちらかというとやっぱりさっきみたいにこうゴリゴリに寄せて反動で一気に持ってくるっていうのは本当は理想がそうなんですよね、うん、なのでまあいいか。とりあえずこれね寄せていきます。左や右アームを滑らせて景品にしっかり入れて、さてここから持ち上げながら、さあどうだ。おっと来た来た来た。これで変な方に倒れるだよ、変な方に倒れるだよ。 OK というわけでちょっとねあの真ん中を持てばほぼほぼ取れるんじゃないかなという設定でしたねこれねはい、というわけで超かわいいクモさんゲットです。というわけでこのままちょっと月入れてもらいましょうか、うん、月を入れてもらいます。あった。あの月入れてもらっていいですか。はいはい、ちょっとね全く興味はないんですけどね。ちょっとかわいい、まあ取り合わせが一番近いかな、うん、ちょっとビッグなね月と雲をゲットしていこうかと思います。まだあとね、まあ、1000円ぐらいあるんでね、はい、というわけで、この子はなんか持ってますね。でタグはこのねここなんでね。で星を持ってるんでどうでしょうこれ。ね、爪の角度がいいのとパワーそこそこあるのと、あと結局こいつぶん投げるんで、とりあえずね、まあ、寄せ目で散歩で掴んでみましょう。寄せ目でね散歩でつまんで。
それどういった反応かな、ここからさて、こっからどうだ、なんだあれなんかちょっと微妙な感じしますね。あーどうしようかな、この子はね結局丸に近いんですよね、まあ、見た通りね、7割方丸なんでってなった時に、じゃああとはどうやって攻略するかってなったら、やっぱタグで引っ掛けたりとか、このね星が引っ掛けたいなと思うんですけど、向きが悪いんでね、そもそもねこの初期位置が、じゃあまあ真ん中持ちしましょうか、手前アームを足の真ん中に入れて、さあどうでしょう、ここでいけるかな、あよし、さてここで真ん中を持ったけど引っ掛かりこの子ないからな、さあどうだ、ちょっとやめてみましょう、これちょっと厳しいね、うん、あこれねこっちにねこう半月があればね、そこをこう引っ掛けてこう動かすことはできるんですけど、どうしてもこれね回すことができないんでね、でタグはここなんでね、ちょっとやめときましょう、はい、というわけでちょっとねまだ大きいの狙いたいやつが何点かあるんですけど、ちょっと待ってくださいね、あこれこれこの餃子、ほらこれこれこれ狙いたいですね、ちょっと読みますか、ちょっと見えてない、見えてないかな、あ、すいません、ちょっと補充動画お願いします、はい、ありがとうございます、というわけでねちょっとあの今回大きい系のぬいぐるみを狙っていこうかと思います、はい、ちょっとねなんかあんまりねバシ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 取ってるかっていうのはそういうわけじゃないんでね、ガッチガチに埋まってますからね、はい、というわけで次はね餃子を狙っていこうかと思います、こちらでお願いいたします、というわけでこの餃子、あタグがタグが布っすね、なんか餃子っぽいで、アームの向きがね真正面向けます、で可動域はまあしっかりあるんで大丈夫かな、行きましょう、でアームがね、おおおおお、あやばい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 あのこのフックにアームが引っかかりましたね、さすがにねそれをこう壊すほどね根性育ってないんで、なのでこれの狙いとしてはまずはね右アーム、左アームをシールドを内側に入れながら入るか、入った、でちょっと今刺さっちゃったんですけど、とりあえずねこう振っていきます、はい、いい感じですね、ちょっと刺さっちゃったんですけど、まあ、とりあえず角度つきました、で先ほどもねあのまあクマさんと同じような形ですね、なのでそれはあとはね横を向けちゃうだけです、だからタグがね布なんでねこうクターってなるんでね、ちょっとタグが使えないかなっていうところなんですけど、まあ大丈夫でしょう、で次はもう一回ですね、もう一回左アームをシールドの内側に入れたまま奥アームと右アームですね、で2本でつまんで引っ張ってきてくれるかな、さあどうだ、パワーはありそうなんでいけそうだ、はい、来た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 来ましたね、よしでね今急にちょっと斜めになってるんですけど、まあアームがね奥アームとこのアームですね、このアームでね2本でね引っ張ってこれそうなんで行きましょう、というわけでまあ可動域はしっかりあるんで、あんまり、なんか手前にやるとか考えずに、どちらかというと右アームのポジションですね、右アームがしっかりこう景品の下側に入るようなポジションを狙えば、あとは奥アームと2本で引っ張ってくるかな、さあどうだ、あ引っ張ってきてるけどちょっと微妙かな、まあ行きます、ちょっと2本じゃそろそろきついかな、どこがいいかな、じゃああどうしようかな、まあ左アームも入れてみます、フィールドにね、で3本で持つんですけど、これアームのポジション的に持つと自然とこれ左肩上がりに上がりそうなんで、あこれですねこれですね、左肩上がりに上がるんでここから引っ張ってけんかな、あー微妙やな、弱いな、うーんあと何本かな、あと500ぐらい、400かな、もうちょっとやるかな、ちょっとね引っ張ってけへんな、じゃあよいしょ、いきます、もう一回2本で引っ張ってみましょう、
さてどうでしょうね、日本で引っ張ってきたらこのままいけるんですけどね。あー、だから抜ける、あー抜けるな、だから、うん、お、タグに引っ張った。あね、やっぱこれも餃子なんでね、やっぱ最後ヒュンって細くなってるんですよね。なのでやっぱその分でこうどうしてもね逃げちゃうんで、やっぱりこれも3本で捕まんとあかんかな、うん、3本でいきましょうか。3本でつまんで、で左肩上がりに上がってくれて、だこうすると、ね、どうしてもね、あのアームポジションがね景品真ん中寄りになっちゃうんで、あー持たんか、やば、ここまで来たのに、どうしよう、あと200ですね。あれ、よし、あれ、なんだこれ、これでお客さんどこか行っちゃいました。両替かな、さすがにね。どうしようかな、つまんできへんからな。あーどうしようかな。じゃあ今度ね、あーもう下まで入れてたんですけど、今度ここに引っ掛けてみましょうか。引っ掛けるというかね、この中にここする。さあどうだ、ここから本体を掴んできたか、ちょっと来い。あーこうへんな、あー微妙やな。あ、じゃあ行こうと思ってた。これね、今可動域ガバガバやったんで、アームの向き変えます。わかります、今変わりましたね。これ2本アームで、先ほどね、この前のやばいやばい、それはな、これわかります、アームの向き変わったでしょ。こっちとこっちのアームがね景品に関与できるようになったんで、こうすると一番引っ張れるんですよね、パワー的には。なのでこれで、まあ、もちろんねディスプレイに当たったんでね、アームの向き変えれたんで、基本的にはこんなことできません、裏技です。さあでしょ、ここからアームの向きを変えて引っ張ってこい。あーやっぱね、あっち側が丸いからな。はい、ちょっと一旦切ってます。はい、また延長や、また1000円ですね。さっき何2000円使ったかな、分かんないけど、というわけでいきます。あでも多分これどこ行ったっすんだ、これお客さんどこ行きましたね。なんか1000円ぐらいだいぶ沼ってたんですよね。で、さてなのでここからやな、ここからね、ここから持ち上げてほしいんやけどな、持ち上げないよな、うまくね。さあどうだ、ただ持ち上げてくれ、持ち上げてくれ、2本で引っ張って、あー埋まってんな、埋まってるな、くったり系クッション。あ、これタグで引っ張り出しますか、いけるかな。タグが餃子の上に乗ってるんで、ただこれね高さがあるんでストップボタンできないんで、落として刺します、いけるかな。 OK、 さすが、これで一気にタグ引っ掛けたんで、さて紐の、うわー何もからびっくりした、何も変わらんすぎてびっくりした。あれ、というわけで、というわけで、じゃあもうほぼ真ん中持ちかな。うん、どうしてもね引っ張ろうとするとね失敗しちゃうんでね。さあどうでしょう、ここで持ち上げてくれたら嬉しいのかな。さあどうだ、あちょっと持ち上げた、持ち上げた、これで起きた、微妙に来た、タグも来た、タグもちょっと微妙やな。でじゃあやっぱり真ん中持ちが正解やな、これね寄せとかではなく真ん中持ちで地味に地味に、よいしょ。でここからほぼ真ん中持ち、ここから一気に持ち上がってほしいな。うわ持ち上がらん、うわきつ、どうしよう、やばい、いやうわこれもまたミスか、最後の最後で沼りまくってんな。フィニッシュがどうしても決めれん、ここから持ち上がらんか、ちゃったら、どうしようかな、持ち上がらんか、うん、やめていきましょう。というわけで結局多分3000円が予選使ってるんでね、これで撤退です。またねちょっと登っちゃいました、大丈夫かな。というわけでお疲れ様です。残念ながらね2本連チャーでどぬばりしちゃいました。すみません、あ一応雲ゲットしたから雲ね、あ良かったですけどね、うん、ちょっとね成績微妙ですね。
という感じで、まあ、リアルです。そうです。